はじめまして、おはようございます。ふめいです。さて、幾度となく没を、結構挑戦してるんですよね、このボスと対決するもう幾度となく没動画を生み出してきました。今回こそ終わってくれることを願います。ふう、さて、いけるかな。あ、で、それでですね、どうしてもクリアできないので、ちょっと調べてみて面白い情報を手に入れたので、今回試してみようかと思います。マイクを無制限に使えるマイクバグというものがあるみたいなんですが、まあ要はバグ技なんですけどね、ちょっと試してみようかなと思いまして、まずは3発。3発当てたら、あとはマイクが来るまでひたすら待ちます。飽きた。そして2発、3発目をここで当てます。すると倒したと同時に、このスターロッドを取ったことによって、来ましたね、このマイクを無制限に使える状態が出来上がります。表示はちょっとおかしくなりますけど、マイク使い放題というね。というわけで成功したようですね。ちょっとこれ保ったままいけるかわからないんですけど、このクラッコジュニアが厄介なんでね。こいつマイク使用中も動くのか。待って待って、ちょ待って、こいつをなんとか回避しながら、上まで行ければ。あーっと、まずい。どうだ。上から降ってくるのが怖いんですよね。おっと、焦った。よし、なんとか持ちこたえた。これで、待って待って、あーっと、ふう、これがあるとだいぶ楽になるのではないでしょうか。どうでしょうか。もう完全にバグ技なんでね、卑怯もいいところですけどね。なかなかクリアできないのでいや、これ使えるなら使いたいね。
まあ、ここだけ強制騒動になってしまうので、なんとかここは乗り切る必要がありますが、お、ちょっと待って。体力あるから困るんだよな、こいつ。メタ様をどこまでこう体力を保ちつついけるか、これですよね。もうぶわー、酸化きついな。いや、無限マイクがあればいけるか。よし、なんとか3で行きました。ふう、さてデデデさん、この子は地面につくまで勝負が始まらないことが分かりました。デデデさん意外と強いから困るんだよな。よし、まあ反則でしたけどね。それともう一つ、あ、表示がマイクのままだ。おっとっとっと、このスターロットの物理攻撃で星がかき消せるという話を聞いたんですが、どうなんですかね。おっと、しまった。くちょっとこれは厳しい。おっ、うっそー。ふう、ここまで来たのに。あそこが越せないな。さてどうしようかな。次からも無限マイクを使っていくかどうか。正直無限マイクがどうこうよりも無限マイクが使えない部分が厄介なんですよね。コピー能力が固定されてる場所なので、無限マイクどうこうではないんですよね、結局のところ。なので今回は安定を狙いますか。スパークが出てくれればいいんですけどね。お、来ました。どうしてそう邪魔な場所に来るの。せっかくスパーク来たのになくなっちゃったじゃないですか。
ていうか動き出すのが早いんですよね。お、来た来たけど、またそうやって邪魔な。あ、この動き出すのが早いパターンと遅いパターンがあるのが厄介ですよね。あ、来た。今回は遅お。さて次。まあこのボス戦はスパークでほぼ完封といったところですね。もう散々戦ってますからね。このためにスパークが欲しかったわけですよ。そしてここはもう素直にハイジャンプいきます。いざ。無限マイクあってもあんまり安定しないのでね、やっぱり安定する戦い方の方がいいですよね。あっと、どうもな、ジャンプをしてるのに反応しない時があって困る。さて次ですか。ここを突破すると全開なんですよね。またそうやって足場をなくす君は。あと一発くらいかな。そろそろコピー能力取ってもいい頃合いかな。ただ足場がない、足場が。ちょ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 、そこ挟まれる。おっとっとっと。やっぱり厄介なのは動きがこうランダム、動きにランダム要素があるボスが厄介ですよね。ランダム要素が強いっていうんですか。お、いきなりスパーク来ますか。しかもまだ動かない。よしよしじゃない、下、あー、かわしきれなかった。さて、さあどこに行く。届かない、届いてない。あと一発か。ふう。
さて、ここで貫通しつつ、次のクラッコもハイジャンプを使えば余裕なんで、下手にコピー能力を残そうとせずにハイジャンプさえ使ってしまえばね、もう勝利確定みたいなものですよね。おっと、足場がない。おお、おお、嘘でしょ。ちょっと待って待って待って、ここで取るしかなくなっちゃったじゃないか。じゃあハイジャンプを私にください。このままでは戦えない。ハイジャンプ、ちょっと、全く、こんなことは初めてですよ。あ、またジャンプしないもん。何なんですかね、本当。コントローラーの問題だとは思うんですけど、ちゃんと押し込めてないってことですかね。一応接点復活剤を使うことで、おっと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 、しまった。一応接点復活剤を使うことで精度は良くしてあるはずなんですけどね。こいつは後ろにだけ進んでてくれればいいもの。下手にこう、こっちに戻ってきたりするからめんどくさいんですよね。しかも足場がなくなるから戦うこと自体が難しくなるっていう。近い近い近い。おお、あ、しまった。ちょっと待って、ちょっと待って、それはずるい、それはずるいぞ。危ないな、もう。あ、スリープ、マジ終わった。あれ、ハンマーとスリープの見分けのつけ方ってどうなってるんでしょうか。ちょっとそこら辺が私分かってないんですよね。さて次、スパーク狙いで。別になくても勝てないことはないんですけど、あるとああやって貫通できるじゃないですか。すごく楽でいいんですよね。
あ、ちょっと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 、だからすぐに向かってくるのをやめなさい。そして私にスパークをうわーをよこしなさい。来た来たけど、ふう、まったくもう。さあどっち、こっちか。はい、次。さて、おっと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 、しまった。さあ、来なはれ、かかってきんしゃい。さあ、あと一発。動きが止まったところを狙う。さて、次ですよ、問題の厄介な子。いきなり足場をなくそうとする。っていうか、なくなったけどね。おお、そいや、そいや、色でも違うんですかね。いや、見た目の違いかな。目が開いてるのと閉じてるのがある気がする。そういうことか。あ、待てよ、そろそろコピーしといた方がいいのか。ちょ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 、だからそれほんとずるいな。ずるくない？あ、間違えた。間違えちゃったじゃないか。もう普通にリセットボタンを押しましたけどね、今ね。あー、ちょちょ違う、そっちじゃない、そっちじゃない。若干ずれたけど、これでとどめ。もうほんとあの子とメタナイトとナイトメアパワーオーブ嫌い。さて、ここで無限マイク取ったとしても維持するのが大変なんですよね、結局のところね。お、来た。さあ、どっちに行く？
あと一発だったか。そのまま当て続ければよかったかな。いや、危険を犯すのはやめておきますか。さあ、どっち？はい、完封。さて、どっと危ないな。何ですか、あの目玉。本当にやらしい場所に来る。わらららららら。あ、ずれた。クラッコさんは本当ね、ヒット&アウェイしてるだけで勝てちゃいますからね。さて、足場をなくすのがいやらしいですよね、こいつは。あと2発ぐらいかな。ちょ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 。おっとっと、待って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 待ふう、まったく。さて、問題はここからなんですよね。取りたくないな。いや、取んなかったら取んなかったでハンマーなんですけど。いきますか。こいや。なんか久しぶりに誘いに乗ってきてくれた気がする。あ、ちょっと待って。さて、相手の出方を伺うよ僕は。あ、ちょっと待って。待って、そういう動き良くないよ、メタナイトさん。ちょっと、もう一発。
ゴリ押しで行っちゃった方が良かったかな。なんと4も残った。あとはデデデ戦でどこまで残せるかなんだよな。さすがにもうボツにならないよう決着をつけたい。まずは先制攻撃。あ、なんで？あの星って消せないの？あー、無駄なダメージ。おお。だからもうほんとやだ。あの星すごく邪魔ね。おりゃ。おっと、ちょっと待ってよ。おっとおっとっと、そういう動きする。もうこの時点ですでに終わってる気しかしないんですけど。あの星厄介だな。届いてないし。うっそー。もうやだ、もうデデデ嫌い。さてどうしたものかな。本当にまた無限マイク使う？使ってしまう？さてここ、このタイミングでマイクが来てくれれば無限マイクが使える。どうしよっかな。狙ってみるか。今回も取ったら取ったで維持するの大変ですけど。おっと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 。うん、なかなか来ないですね。スパークもね、捨てがたいっちゃ捨てがたいんですけど、もう一度無限マイクを試してみたい。もうデデデが嫌いになってしまった僕は。うん、来ないな。これは無限マイクのことは諦めろということなんでしょうか。そもそもどれくらいの確率で来るんですかね、マイクって。
うん、来ない。どうしたものかな。一応コンペはもう終わってるわけだし、特にこのボスとの対決はクリアしなくても終わりということでいいのかな。やっぱり最後に無限マイクは試したいですよね。ねえペイントローラーさん、ねえ、そう思いませんか。私は思います。お、来た。まずは安全確保。さて、これでクリアできるかどうかは分かりませんが、最後の挑戦とさせてください。もう幾度となくね、動画をボツにしてきたので。これでクリアできなかった場合はもう素直に諦めて、今作は最終回とさせていただきます。ちょっと待って、足場に乗れない。おっ、ぽっと、そういう動きが厄介。うわあ、待って、だから待ってってば。嘘でしょ。ちょっと待っ、なあもう。ふう、結局マイクなしで戦う羽目になってしまいました。あれだけ時間をかけたのに。やっぱりマイク維持するのが大変ですね。ボスはダメージを受ける機会がほとんどないから、この体力でも問題はないですが、
問題はやっぱり即死ですよね。でもってこいつさえ倒せれば全壊するので、ここまでの被害はリセット可能です。なのでできるだけさっさと倒させてください。ちょっと下行っちゃうと、くちょ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 、その動きずるい。ほんとこれじゃない、これじゃない。ちょ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 、近い。あーもうほんとずるいな。お、ちょっとあ、しまった、吸い込みが。だからこれじゃないって。なんなのほんとこいつ、嫌がらせ。あーもうまた、ちょっと足場がないと飲み込めないの。やばいやばい、これはまずい、危な。念のため退避してよかった。だからそれじゃないの。来た、おら。あ、ちょ、そういう時だけかわすんじゃない。うりゃ、よし。まったくもう無駄に時間がかかったじゃないか。さあ行くぞメタさん、2発ぐらい。だいたいカービィのスライディングより速いってどういうことですか。さあ上に来るか、切り裂いてくるか。切り裂いてきた。ほんとヒットアンダーウェイで行きたいところだけど、さて、危な。あーの、危な。よく今の、おーっと、無傷だったな。とどめとどめ、よし。なんと5も残った。さてどうだ今回。ハンマーの当て方さえミスらなければ問題はないはず。まず先制。隙を見つけたら撃つ。これでいこう。これは前に星が出るからダメ。ヒット&アウェイ。吸い込みは後ろがガラ空き。ほら、もうほんとあの吸い込みがあるせいでね、うかうか地上にいられないんですよね。広い方に対し、ほら、あと一発ぐらいでいけるかな。よし、いった。おお、5も残った。これならいけるか。ついにクリアなるか。
おっと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 、最初はまだ音と、ああ当たっちゃった、ああ嘘、ちょなんか無駄にダメージ受けてるな。とととと、まずい、無駄なダメージが、あ、まずい、地面が見えた、危ない、危な、2か、いける、これ2で、それでですね、これスターロット装備の時にジャンプするところものすごい回転するじゃないですか。これもしかしたら攻撃なのではないかと勝手に判断しております。いや違った時のリスクがあるか、おお、まずい、それ以前の問題だ、もう、あ、やっぱり攻撃になるんだこれ、さてどうなることやら、危ないな、本当に危ない、体力1なんだから手加減して、マジですか、空中に逃げたのがあだになったか。というわけで、まあ私の実力では無理ということで今作は終了とさせてください。本当はクリアしたかったんですけどね、どうにもこうにも無理なようだ。まあちょっと残念ではありますが、これにて星のカービィ夢の泉の物語終了とさせていただきます。ここまで本当にご視聴ありがとうございました。まあ発売ソフトを見てるとまたやる機会がありそうではあるんですけどね。ではまあ次回作以降もどうぞよろしくお願いします。ではね。